どうも太一です。またお久しぶりになってしまいましたね。今回はいつもと毛色が違ってガジェットの紹介になります。先月1月に発売されたばかりのマイクロソフトのマイクロソフトチームズ認定アクセサリー、マイクロソフトプレゼンタープラス、これですね。これを買ってみました。名前の通りプレゼンするときに使うんですけど、プレゼンしなくても便利です。マイクのミュートのオンオフができるんですよね。すでに僕はストリームデックとかストリームデックペダルとか、マイクのミュートのオンオフできるガジェットは2つあるんですけど、今回これで3つ目です。そんなにいらないですよね。でもこれは持ち運びが気軽にできるっていう点が良さそうです。では開封の儀からセットアップして実際に使ってみるところまでを紹介します。どうぞ。まずは開封の儀です。箱は普通ですよね。皆さんはこういう箱は保管しておきますかね、捨てておきますかね。僕はなんとなく保管しています。箱を開けるとまずは本体です。手に収まるちょうどいいサイズですね。その下にも箱が隠れています。間違ってこれを見つける前に箱を捨てないように。その箱の中には充電スタンドです。置くだけなので便利ですね。あとはちょっとした説明書とかだけど、これがシンプルすぎてこういう機器が苦手な人には困ると思います。セットアップはまず本体の後ろに電源ボタンがあります。オンにすると最初はペアリングしようと試みます。でもいつまで経ってもペアリングされる気配がないんですよね。これ大ボケをかましていたんですけど、 PC 側に Bluetooth のレシーバーが刺さっていませんでした。今時のノート PC だったらそこら辺大丈夫でしょうけどね。僕デスクトップ PC だったもので、で PC に Bluetooth のレシーバーを挿して続けます。ペアリングされると表の Teams のアイコンが数秒光りました。でもその後動かないんですよね。これはなかなか困りました。で僕の場合はペアリングが終わったら勝手にアプリがダウンロードされていました。マイクロソフトアクセサリーセンターっていうアプリです。ペアリングされてるアプリが表示されて、初回はデバイスを紹介してくれます。でその後に設定画面です。カスタマイズしたい人はここでいろいろいじればいいけど、まあ別にいじくらなくても大体のことができます。そしてよく見るとわかるけど、この状態でレーザーポインターは使えました。ど真ん中のボタンを押している間レーザーポインターが出てきます。セットアップが終わったと思ってマイクロソフトチームズで会議を開いて参加するじゃないですか。喜び勇んでマイクのボタンを押すんですけど、全然反応しないんですよね。実はここだけで10分ぐらい無駄な時間を過ごしました。ただレーザーポインターだけは動くんですよね。でいろいろ試したらちゃんと動きました。何をしたかというと、なんてことないんです。プレゼンターの電源を入れ直したらちゃんと動きました。ここら辺のトラブルは PC 周辺機器初心者泣かせかもしれないですね。正常に動作したことを確認して、それでは実演してみます。マイクボタンを押すとミュートされたことがわかると思います。もう一回押すとミュートが解除されました。タイムラグもないですね。ワイヤレスなのでふんぞり返って会議に参加していてもすぐにミュート解除して話せます。ふんぞり返って会議に参加するのがいいか悪いかは別として、じゃあ肝心のプレゼンはどうなのか。パワーポイントライブで共有しました。スライドがちゃんと動きます。これ実は別で動画出してるんですけど、このパワーポイントライブのスライド移動って癖があって、キーボードの矢印キーで操作したくても思った挙動をしてくれない時があるんですね。でもプレゼンタープラスならその心配がなくていいですね。動画には撮ってないけど、パワーポイントライブだけじゃなくて普通にパワーポイントのスライドショーでスライドの移動も操作できるし、レーザーポインターも出せます。なのでオンラインオフラインどっちでも使えるっていうところがいいですね。気になったのが Teams ボタン。これを押すと会議ウィンドウが開くんじゃなくてメインウィンドウが開いちゃうんですね。いやそっちじゃないってっていう感じです。はい、いかがでしたでしょうか。あとは細かいところでは挙手ができるとかボタンをカスタムできるっていうところもあるんですけど、まずは今回は開封の儀から使ってみたところまでにして、まあ、そのうちさらにいろいろ使った動画もこの動画の反応が良かったら出そうと思います。マイクロソフトが出しているマイクロソフトチームズ認定アクセサリーということで安心して使えると思うので、気になった方はぜひ使ってみてください。製品へのリンクは概要欄に貼っておきます。それでは素晴らしいマイクロソフトサンロコライフを。